そしてこの絵の凄さは炎の描き方だけではない。炎の周りには蛾も飛んでいる。さらに暗黒まである。しかしながらここに描かれている蛾は実際に飛んでいたものを絵にしたのではない。この蛾は早見御舟が想像して作り上げ描き残したものであった。ちなみに一匹の蛾は炎の中に消えていくように描かれている。さらにこの蛾には意味がある。生から死へと旅立つ瞬間を表しているのだ。